美ノ電気軌道の農業電車。通風を良くするため、側面腰板を取り外して、金網張りとし、座席をクロスシートに取り替えていた。農業電車とは、夏季の暑さから涼しく、情緒豊かに過ごせるようにと運行車用、運用ダイヤなどで特別な工夫を凝らした、内装、外観を有したものを指す。伊勢電気鉄道、豊川鉄道などで風鈴を車内に備えた。 農業電車を運行していたと言われる。2005年現在の津軽鉄道では、ストーブ列車の下器板としての意味合いで風鈴を備えた列車を運行している。江ノ島電鉄が1931年から下器のみ運行した農業電車は暑い夏を涼しく情緒たっぷりに過ごせるようにと考案されたものである。農涼電車には専用の車両が充当され、この電車は全面にわたって、 窓を取り払い風が入るようにされ、専用塗装とテント張りの屋根、凝った作りの室内に車内販売もあり、利用客からは大好評であった。車両には開業当時から活躍する2.38号車と1910年に製造された11.12号車をオープン化改造して充当された。納涼電車1号は新潟鉄工所製。 1936年には車体のみを農業電車として申請したボギー車の111.112号車も誕生した。この2両は1934年に西部新宿軌道から購入した普通車の100系111.112と台車を共用しており、オフシーズンは台車を普通車の111.112へと譲り運行された。 太平洋戦争が激しくなるにつれ次第に姿を消していったが、1992年、江ノ電開業を90周年の記念に300計301編成が、明治聖火の全面広告車両として、農業電車風の塗装となり、話題となった。ありがとうございます。